遠征遠生は、中国の小説で読んだ駅跡書の一つである、水古伝の登場人物。梁山泊での地位は、第36位で、天候星36世位では末席に当たる交換。天匠星の生まれ変わりで、あだ名は建物を意味する老子。年齢は、登場時で22歳と、時期的に考えて梁山泊でも最年少の部類に入る。 体格は小柄で細身、色白で絹のような肌を持った絶世の美青年。全身に見事な入れ墨を入れている。多芸多彩な人物で、石弓の腕は百発百中、小柄ながらも相撲、憲法の悲壮剣の回想とされるの達人である。また遊びや音楽、舞踊等の芸語と、商売人の隠語や各地の方言にまで精通し、頭の回転も、 非常に早くしばしば起点を聞かせた。また、粗暴なことで知られる力を制御することができる。ロトシヨシとは、主従関係にあり、彼に対して絶対的な忠誠心、むしろ親が兄に対する絆のようなものを抱いている。両山泊へ入ったのもロトシヨシのためである。ロトシヨシも妻より彼のことを可愛がっているようだが、自信化で自己中心的なところのある性格ゆえか、 存在に扱ったり意見を無視することも多々ある。しかしその度に、遠征の言う通り路年吉は失敗する。そして最後にはそのせいで二人は、英傑することになるのである。幼くして、孤児となった遠征は、北京一の資産家、路年吉に拾われて、そこで育った。路年吉は、非常に彼を可愛がり、武芸や学問、芸事などを習わせた。それゆえ遠征も、 ロトシヨシに恩義を感じ、他の誰より忠誠を誓い、使用人として、まめしく働いた。ある日、従者、実は力を伴った、占い師、実は御用が、ロトシヨシの店にやってきた。占い師に、県南の層を指摘された、ロトシヨシは、役を払うためた安州へと旅行に旅立つ。遠征は、長旅であり両山泊の近くを通るのは危険として、静止するが、 聞き入れられず留守を任される。やがて番頭の相撲も固まら同行者が戻ってくるが、ロトシヨシの姿がない。リカタの話によると、ロトシヨシは、両残白と通じていて、もう戻ってこないという。そしてリカタは、もともと貫通していた、ロトシヨシ夫人ともども、ロトシヨシを役所に訴え、あろうことか、店を乗っ取ってしまった。 ロトシヨシを信じる遠生は食ってかかったが、店の人々は役所を後ろ盾にする、利方をそれて同調せず、利方に着物や私物まで取り上げられ、店を追い出された。さらに他の知り合いにも、利方の手が回っていたため、遠生は小敷きにまで身を落としてしまう。その後、何も知らない、ロトシヨシが戻ってきた。遠生は、縄文で、ロトシヨシの馬にすがりついて、 ことの天末を説明し、北京に戻らないよう懇願するが、ロトシヨシはまともに取り合おうとしない。それでも涙を流しながら勇める遠征に、ロトシヨシは帰って腹を立て、お前は、本当は何か、不手際を起こして、屋敷を追い出されたんだろう。だからあることないこと言いつけているんだなと言い放ち、遠征を足げにして、家に戻った。その結果、ロトシヨシは即逮捕され、留罪となった。 遠征は心配になって城内へ潜入。そこで、利方が、護送役人に賄賂を送り、露年吉抹殺を依頼しているのを目撃した。遠征は護送される、シ年吉一行を密かに追跡し、護送役人が暗殺を実行しようとしたとき、これを射殺し、シ年吉を救出した。しかし、遠征が食料を調達している間に、シ年吉は再び捕らえられてしまう。 矢がつきていた遠征はどうすることもできず、無一文でもあったため仕方なく、追いはぎを決意して、前を歩いていた二人組を、襲撃、一人を倒すが、もう一人に抑え込まれてしまう。実は、この二人は、ロトシヨシの様子を探りに行く、途中のヨウユウ、赤衆であった。遠征は、それがわかると、ことの天末を説明し、ロトシヨシ救出への協力を依頼した。はこれを快諾 石州一人を北京へ向かわせ、自身は遠征を両山泊へ連れて行った。その後、遠征は、両山泊と共に、北京を襲撃、ロトシヨシを救出し、リカタラを生け取りにした。そして、ここで遠征は、主と共に正式に、両山泊まり入りした。直後の町外の都村合戦では、ロトシヨシと共に両山泊の旧敵四分強を捉える、活躍をし、108世集結後は、 不評軍統領の一人に任命される。その後も、力と共に、双行、最新の偽物を退治したり、大山の奉納相撲大会で2年連続の優勝者の経典中人腹を破るなど活躍した。戦闘以外でも、普段はことを弾いて、皆を楽しませるなどし、帝のお気に入りの芸妓、利子師と関係を築き、両山白の朝廷への基準の最大の功労者となった。 基準後の戦いではやはり、ロトシヨシに付き従い、ホーロ浪との戦いでは、最新と共にスパイとして、ホーロ浪の本拠に侵入、ホーロ浪の信頼を勝ち取り最終決戦で内いホう、ロ浪の追い、片、マサルを打ち取り内部から敵を切りした。その後、外戦途中、遠征は、ロトシヨシに、大事なった今は、復帰を求めるよりどこかに陰性しましょうと説いた。が、ロトシヨシは、 故郷に錦を飾ろうとしているのに、何をバカなことをと取り合わない。遠征は取り合わないと知ると、涙を流し糸まごをした。私を置いて、どこへ行くのかというロトシヨシに、遠征はいつも、あなたのおそばにおりますと返答。翌朝にはその姿は消えており、おけ手紙だけが残っていた。その後、復帰を求めたロトシヨシは、非合の死を遂げることとなったが、 一方の遠征の行方を知るものはなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。